桂西賀は、落語家の名跡。東大は七代目。ケツミツガシワは、桂文治一門の縄文である。江戸桂派において、桂文治、桂文楽に次く由緒ある名跡である。七代目、桂西賀七月十二日体は、東京都大田区出身の落語家。落語協会所属。本名、谷富夫。出林は、野毛山、門は鬼づた、鬼塚。 1969年3月、自由が丘学園高校卒業後9代目、桂文治に入門を申し込んだところ、入門したければ自衛隊に3年入隊なさいと言われ、海上自衛隊へ入隊し、3年の任期を満了まで、勤め上げた後、サイド門を叩いた。当時、文治は、断り文句のつもりでこの発言をしており、完全に忘れていたという。1972年3月、 九代目、桂文治に入門。前座名は、兄弟子、桂文七の前座名でもある、文太を名乗る。1977年3月に、立花屋六蔵、入選邸、大木吉美、林屋時蔵と共に煮詰目昇進。1978年5月に、師匠、文治が死去したため、三代目古今邸、新朝文化となり、古今邸朝継ぎと改名。 師匠が講座名を命名することが、ほとんどの落語界では珍しく、この名は自ら考えたものである。1980年11月2日から10月5日に、休止した4代目三遊亭を園友の公認として、商店の若手大喜利から大喜利メンバーとして参入。1982年に映画、キ流院花子の生涯に出演。1985年9月に、 古今亭晋介、四代目、桂美希助、林家ラブ平、柳屋三次、林家寛平、入選亭、大木遊ぶ、林家時蔵、柳屋古縁、春風亭正ともと共に、新内昇進士、七代目、桂西が襲名。昇進披露を、商店番組内で執り行う。1988年3月27日、商店を降板。 法務省栗浜少年委員長より少年院特使面接委員の移植を受け刑務所少年院の異問活動を本格化する。同年10月には国立劇場金賞受賞。2008年8月刑務所少年院の25年にわたる異問活動を綴った刑務所が良いはやめられねえを出版した。古今定庁自治体の1980年に焦点の 大喜利メンバーとなり、才が襲名後の1988年まで出演していた。焦点交番後、テレビ東京、生放送、面白寄せにおける、ハリセン大喜利のレギュラーだったことがある。少年院などへの疑問活動の際の共通の話題作りのためにと自動車やバイクのレースに興味を持ち、国内 B 級、国内 A 級のライセンス、公式審判員の資格も取得。 富士スピードウェイでの富士フレッシュマンレイスの審判員を務めたこともある。時々、篠原流踊りを自身が主任の講座で披露していた。背中に背負っている子役を演じたのは立川左段次である。落語立川流は定席寄せに出られなかったが、左段次は講座を踏んでいないという理屈で出演していた。焦点、若手での活躍が認められて、 1980年11月2日に大喜利メンバーに抜擢される。これは加入前月の4代目三遊亭を援遊の旧姓により、それを補充するためだった。色紋付けは、林役像が着ていたピンク色の紋付けを着用することとなり、1988年3月27日の交番まで通した。その後ピンクの着物は、 サイガー交番後、商店に復帰した、幸楽が、再び着用して、現在に至る。歴代、商店メンバーで、加入当時に詰めだったのは、サイガが最後である。コア表の容姿であったが、三遊亭を園友の後を引き継ぎ、キザのキャラクターを、踏襲した。1983年に、メンバー入りした、三遊亭小遊座とは、自称色男の小遊座と、キザの立ち回りのサイガで、 バト合戦が繰り広げられた。全国の刑務所、拘置所、少年院への慰問活動を積極的に行っていることで有名であり、慰問の回数は1000回を軽く超える。もともとは、商店メンバー時代の1983年に、妻の実家のある沖縄県の沖縄少年院に慰問に行ったのが最初で、その後北海少年院、栗浜少年院と慰問に訪れるが、 この三つの少年院の院長が偶然にも同一人物だったという縁もあり、栗浜少年院の移問の際に特殊面接委員の移植を受けて承諾。以後、少年院はもちろん、少年院で関係を持った職員たちが刑務所や、拘置所に移動したこともあり、そちらへの移問も行うようになっていく。1993年には自らを隊長に、芸人移問団、東幕芸撃退を結成。 現在は副隊長の大田家元九郎、看板主官の三遊亭家武蔵ら総勢78名、大阪支部もできるほどになっている。特殊面接委員ということもあり、異問を通じて感じた家族や、社会の抱える問題についての講演活動も行っている。ありがとうございます。